200X 年、ドクターライトのミラスタースーパーロボット、ロックマンによって、謎の天才科学者ドクター・ワイリーの野望は阻止され、世界に平和が蘇った。しかし世界征服を企むドクター・ワイリーは再び、ロックマンに戦いを挑むべく。新たに作り出した8体のロボットを作り出したのである。ロックマン2、ドクターワイリーの謎をやっていこうじゃないと、始めていこうかなと思っております。やっぱもうすごいよね、このこれはすんごい名作だからね。これはとてつもなく名作だからね。もう楽しみでしょうがない。アイワナとあれだよね、最初一緒だよね。この曲もいいんだよな。一周してから始めるか。一周したね。オッケー。行くぜ。スタート。まあ、誰から攻めるかっていうと、もう2ね、本当にやばい。もう2はね、本当にやりやすいし、ボスも面白いやつ多いし、で、しかもね、音楽がね、もう音楽がめちゃくちゃいいの。もうどいつもこいつも。もうね、名曲ばっかりなの。で、例の名曲も、そのうち聴けるだろうし、あーもう変なやつ来るな、来るな、おめえは。もう私を一人にしてくれ。このバブルマンの曲もね、すごいね、いい曲なの。やっぱね、オープニングもすごくいい曲なんだけど、やっぱね、ロックマンのオープニングに関しては、あ、こんなボンミスをするとは思わなかったぜ。やってくれたな。バブルマンやってくれやがったな、この野郎。やっぱね、一番、もう俺的に、個人的にだけど、ロックマンでオープニングで一番俺好きなのは、あれだね、やっぱ、3がね、あれ、3のオープニングがマジでかっこいいと思う。どっか行って、もう、やめて。もうそんなね、俺こんな手こずる予定ではあんな。もう今頃、もうボスにたどり着いたぐらいの勢いだったけど、俺の個人的なあれでは。よし、オッケー。さあ、行くぜ。はははは。でるでん、行け。おらおら。暴いよ。サクサク行こうぜ。もう死んじゃったけどさ。俺死んじゃったけど、まだこれからも生きていけるよ。で、これ倒すとこうやってな、早くなんだよね。で、あれ当たると、殻に当たるとまだダメージがあるから、でもこうやって倒せばオッケー。ロックマンも最初の頃のロックマンってあれなの、チャージショットも使えないし、痛い、やめて、スラディングも使えないし、結構厄介なんだよね。ちょっと荒々しすぎますね、俺の。このプレイが。ちょっと、ひどすぎますね。別に、噛まないよね。いいんだよ、それで。俺はもう素晴らしい感じでやっていくからも。あとはもう死なないことを目標にしていくしかない。うい。で、これ当たったら死ぬんだよな。こいつは死なないけど、この上のトゲが結構怖い。これ当たったらも結構やばい。これ怖いよね。まあ最初はバブルマンから攻めるべきでしょう。なんかね、エアーマンから攻めるべきっていう、なんかそういうのもあるんだけれども、俺はバブルマンから攻めていいんじゃないかなと思ってる。エアーマン、でも結構強いと思うんだけどな、俺。普通に戦ったら。もう一気にで。もう来るな、このペペロンチーノ軍団が。ほら上がってくるね、お前たちは。これ、座れてる？座らないか。押し出されんのか。危ない。大丈夫、これ。危ね。おぉ、カエルちゃん、元気だった？お前はね、ダメだよ、あの針に当たって。死んじゃった。かわいそうに。いや、生きてるね。何この差別は一体。俺だけさ、そんな大ダメージ食らわせようって、そうはいきませんからね。そうはいかん。このカニか。カニ軍団。美味しそうだな、こいつら。食って持って帰るか、ちょっと。持って帰って食うか。大量に。このたまんねえよな。カニ料理。もうボスじゃん。やった。なんだこのしっちゃかめっちゃかなプレイは。これ倒せんのかな。で、今回からちゃんとこのボス部屋に入ると、なんつうの、まあ、普通に、バブルマーン。ワンだと、まあ、ボス部屋に入るとなんか結構、なんつうの、ボスまでの道のりがさらにそこから長かったけど、今回からもちゃんともう、ボス部屋に来たらもうボスだけみたいな。これ死ぬかもしんねえ、俺。死ぬかも。ごめん、俺死ぬかもしんない。もう死んでしまうな、これ。もうこの曲もかっこいいんだよな。テレンテレンテン。終わった。くっそ！最低だ。もう俺はな、最初は、もうパート1はさ、パート1ってのは大事なんだよ。パート1ってのはものすごく、すごい大事なんだ。なんつうの、もう華麗なるプレイをして、お、すげえみたいな。
超すげえかっけえみたいな、そういうちょっとさ、そういうの見せつけて、そういうの見せつけるあれだと思うんだ俺は、パート1は。もうこういうなんかわけのあかんね、ちょっとね、俺のね、失態をね、失態やるべきじゃないと思ってんだ。でも別にいいよ、もう。知らないよ。そんなもんね、こだわったらもうあれだよ。人生やっていけないからね、そういう。バブルも強えな、普通に。いや、ちゃんと見極めればいけると思うけど。トゥントゥントゥン。ほらほら。もう完全ゴリ押しだよね。ゴリ押しにもほどがあって、またこう死ぬんじゃない。やばい、俺死ぬかもしれない。やばい、死ぬ。死なないで。生きて。生きる。私生きる。危ない。あっぶねえ。いや、ちょっとさすがに二度は死ねえなと思って。でるでるバブルリードを装備します。 B、 あ、もうすぐ終わるんだ。なんかもっと時間かかると思ったけど、フラッシュマン、てるってるでー。なるべくサクサクいきたいんだけれども、可能な限り、まあ、1パートで2人ボス倒せればいいかなって、なんか、まあ、そういうペースでいけばいいかなと思ったけど、まあ、よほどなんか1パートで、あと1分ぐらいでボスが倒せない限りは、ちょっとなんかまあ、これでいこうかなと思ってるが、あ、これ、遠回りしちゃった俺もさすがに。遠回りだったね。あれね、特殊な武器がないと壊せないんで、今なんか、キンキンキンってなんかなったじゃん、壁。あれちょっとな、クラッシュマンだったかな。クラッシュマンあたりのやつやんないと、ちょっとなんか、おい。で、ロックマンはね、前も言ったんだけれども、1でも言ったけど、まあ、一応敵の能力を、ありがとう、あれ欲しいな、上のやつも欲しいな。ラッシュないの？あ、ないんだ。こうか。スラリング欲しいな。ほら、ガラ開けで後ろが。で、敵の能力を吸収できて、で、さっきあの倒した、あの、なんだっけ、バブルマン。バブルマンの能力を吸収できます。痛え。こっちだっけ？わかんない。これ、こっちら合ってんのかな？何が手に入る、こっちは。あ？こう。何この敵部屋、ちょっとひどくない？ちょっと滑る。やめていただきたい、ここも。おい。あ、当たんなかった。残念。あー、惜しい。これ惜しい。ありがとう。あー、危ない。滑るな。氷系か、ここは。でも、ここあれじゃん。ちょっとどいてくれ。もういいよ、俺突っ込むから。バイバイ。もう突っ込む、俺。キャー！変な人がかけてくるわ。誰がそういうことやっちゃう。ふい。ここ怖えな。ここ怖い。いける。私いけた。いけた。いいかん、今回からだね。知らなかったよ。あ、これな、いけないんだ。そっか、いいかんだね。わけわかんねえって、わけわかんねえ。何言ってんだ、話やん。わおわお、やめた前、そうすんの。ちょっと、そうじゃない。いや、そうじゃないの、俺が求めてんの。飛んできて。オッケー。飛んでくる。よし、オッケー。よーし、いいぞ。俺は何したかっていうとね、これでこう飛ぶんだよ。で、これでこういけることによって、これでボスのとこに行くことができるっていう。もうそれ、これを体感したかったんだよ、このね、素晴らしい。じゃあそのね、バブルマンの恐ろしさをちょっとこれから、フラッシュマンに叩きつけてやるとしようか。俺が先ほど、とてつもなく苦労して手に入れたこのあれを、あれ的なあれで、あれよ。あんま食らってねえな。トゥトゥルトゥルトゥトゥ。なんかさ、強くね？昔なんかやった時こんななんかさ、難しくなかった気がするんだけど、なんか。危ねえ。あぶね。昔やったやつなんかね、イージーモードとハードモードみたいな、なんかイージー、あ、違うか、ノーマルとディフィカルトってなんかね、ハードモードみたいなやつあったんだけど、タイムストッパーを装備します。あったんだけれども、何これ、なんか光ってるよ。ドクターライトからのメッセージです。多分ね、ノーマルがイージーなんだよね。あれで言ったら多分。アイテム3号が完成した。直ちに装備したまえ。ドクターライトってこんなキャラだったっけ。アイテム3号を装備します。 OK っす。じゃあこれで、じゃあ次いきます。戦争チャンスよ。